五箇条さつきが滅法似合う笹島かおるです。じゃあ同じくハッピーレッスンしてのうずきに首ったけ小山きみこです。首ったけってあなたさあもはやおなじみの私たちがですね、これまたおなじみのハッピーレッスンドラマ CD を今日はご案内しちゃいましょうかね。そうだね。はい、今回はついにお待たせしました、すごい待ったよって人もいるんじゃないの、カンナちゃんがメインでございます。そうですね。ねえ、カンナちゃんがね、どう千歳くんをゲットするのかが楽しみなところでございますけどね。コスプレしてるし。コスプレね。どんなコスプレをしてるんでしょうね。別にうずきに着せられたわけじゃないんだ。うん、違うよ。大丈夫だよね。そしてですね、今回もまたお騒がせキーちゃんがですね、発明しましたよ。はい。ジャケットを見たらね。わかると思うんですよ。うん、すごいね、ちょっと言えないんですけどもね、またこれが面白いんだ。普通に笑っちゃったもん、アフレコ。そうそうそう、本番なのに、うん、笑いこらえて大変だった。はい、そしてですね、恐ろしいことに今回、生徒 B と C もラジオドラマ初登場でございます。あのね、これに関してはね、ほんと橋場さんとね、中国くんがめっちゃ喜んでます。やったー、ついに俺たちが出れるぞーとか。やだよー。いや、でも B と C ファンにはたまらないものになっておりますからね。はい。でね、あのドキドキハッピーレッスンの方でもね、あの放送したんですけども、ここに収録されてるのは本当の完全版。はい、あの、例のごとく放送ではカットされたシーンがありますからね。そう、はい、うずき出番のことっていうか、第1回はうずき本当にいないの。あ、まあまあ怒るな、怒るな。完全版なのにいないの。大丈夫、あの、どういうことね。カットされてるか。今回そのね、何を喋ってたか、弥生とかもカットされてたか。そうだね。そう、あの、それがね、明らかになりますからね。はい、お楽しみにしててほしいですね。そしてですね、今回のボーナストラックは、なんと、ついに行きました、宇宙です。あれですね。はい、もうかねてからね、宇宙まで飛び出したいって話をしてたんですけれどもね。さっきの親父ギャグが聞けると。いたたた。いやいやいや、もう爆笑もんでございます。はい、こちらの方もぜひぜひ楽しみに聞いていただきたいということで、それでは皆様、お待たせしました。最後までハッピー気分で楽しんでくださいね。ハッピーレッスンドラマ CD、 もじもじカンナの大逆襲、銀行の海底、静かな闇の世界を巨大なアヒル型の潜水艦が横切る。そろそろですわ、うふふ。潜水艦の中では女性が一人、ディスプレイに表示される現在位置を確認していた。キーちゃんセンサーが感度良好ですわ。今日こそキーちゃんが昔の今まで通り世界征服を目指す素敵なお友達に戻りますように。と手を組み祈る女性の名は戸隠カンナ。キサラギの幼馴染にしてキサラギ同様天才的な科学者である。カンナとキサラギは共に世界征服の野望を邁進していたが、キサラギは人とせ千歳のママになったことをきっかけに世界征服の夢を捨てた。取り残されたカンナは愛するキサラギを自分の元へ取り戻そうと日々計画を練っていたのだが、でもでも、なぜか今はキーちゃんをカンナから奪った千歳さんが気になって仕方がありませんわ。本当はキーちゃんとカンナの仲を裂いた憎き男子ですのに。ですからカンナは千歳さんをさらって奪ってしまいますわ。奪う男子を奪う。あー、カンナったらカンナったらなんて大胆なことを。気絶してる場合ではありませんわ。今回こそは完璧でパーフェクトなミッションですもの。カンナ張り切って気合ですわ。えいえいおーですわ。
のファスナーに手をかけながら暦学園の廊下を走る生徒。彼は別に露出が趣味の変質者ではない。やっと休み時間かよ。トイレトイレ。ただのトイレを目指して走っている人とせ千歳であった。授業中では決して見ることのできない真剣な千歳の姿を陰で見つめているチャイナドレスの女がいた。あ、千歳さんですわ。やべえ、漏れる。なんて凛々しい表情のお顔なのでしょう。思わずポッですわ。学園の廊下で浮きまくっている真っ赤なチャイナドレスの女性、言うまでもなく戸隠カンナの変装である。今までの自分の失敗を計算して分析した結果、千歳さんをダッシュして奪うためには自分もキーちゃんみたいに学校の先生になる必要があるという答えが出たのですわ。先生なら誰にも怪しまれず千歳さんをゲットできますわ。おほほほ。学校の廊下で高笑いするチャイナドレスの女、あからさまに怪しかった。ではでは早速千歳さんを。おお、これは露出を抑えてボディラインを強調するあのチャイナドレスですね。チャイナキャラ萌え。カンナの足元にしゃがみ感動の涙を熱く流す二人の男子生徒。なんですのこの変な生き物は。 B です。 C です。誰がこいつらを収録に呼んだ。これは記録せねばなりませんぞ。無論です。この曲線16メガ BPS で余すことなく、皆さんにお見せできないのが残念と、突然ビデオカメラを取り出しカンナを舐めるように撮影し始める生き物たち。恐怖で戦慄ですわ。男子嫌い男子嫌い男子嫌い。萌え。よ、あ、これは院長。セクシーなチャイナキャラをめでているのです。あ、ご安心を。院長のセクシー度はこの方にかなりというか全く負けてますが。ああ、お気になさらずに。少し野暮ったいのが院長の魅力であり萌えどころですから。無論我らは支持してますぞ。か、色気だし野暮たくて。限りなく却下。こっちにまで湧いて出るなんて油断ならないわ。カンナはイカれる踏みつきをポカーンと見上げている。イカす方ですわ。踏みつきはっと我に返ってカンナに歩み寄る。 あの大丈夫ですか。もう死ぬかと思いましたわ。あなたは命の恩人の救世主ですわ。気にしないでください。どちら様ですか。私はと名付きみんなという新任教師ですわ。新しい先生だったんですか。私は 3B の院長の七転びです。よろしくお願いします。よろしくですわ。それで戸名月先生は何の科目の先生なんですか。なんとか間に合ったぜ。脱力した顔で戻ってくる千歳。あ、いけませんわ。今千歳さんにバレたらカンナの計画が。どうしたんですか。 あら千歳くん。お、慌てて千歳に背を向けたカンナ。いきなりガバッと踏みつきを抱きしめる。とっさに抱擁ですわ。院長、何してんだ。私にも分かんない。カンナに抱きしめられながら呆然とする踏みつき。教師と生徒が親しげに何気なく抱擁している様子なら自然でよくある光景ですわ。これなら千歳さんにはバレませんわ。まあ仲良くやれよ。俺自分に関わらなければそういうのに理解ある方だから割とな。と笑顔で去っていく千歳だが、その笑顔は思い切り引きつっていた。待ってよ、そういうのってどういうのよ。去っていく千歳を見てホッとするカンナ。ふう、
ございました。踏みつきから離れペコッとお辞儀をするカンナ。今のどういう意味が あれ、トナズキ先生。カンナの姿はすでにその場から消えていた。委員長ってああいう趣味あんのか。さすが学級委員長だけあるな、などと変な関心をして廊下を歩く千歳の前に、キサラギとサツキがやってくる。あ、サツキ、じゃねえ、五箇条先生。いや、千歳、じゃねえ、人とせ千歳。わざわざ言い換える意味がなかった。何してんだ、二の前先生も。キサラギは手にした携帯型の機械を見つめている。なんだそれ。それがさ、辺りを見回し千歳にひそひそ耳打ちするサツキ。カンナが。このカンナちゃんカウンターモバイル版が学園内で反応を。そんなカウンターまで持ってたのか。カンナちゃん濃度が高いと危険ですから。濃度ってなんだよ、濃度って。ほとんど有毒ガスか放射能扱いされているカンナ。で、誰か変なやつ見かけなかったか。変なやつなんて。あ、見かけたのか。さっき委員長に密着してた女、確かに変だった。着てる服も。服だけか。でもカンナと委員長があんな仲のはずねえもんな。完全に決めつけていた。あー、特にカンナらしいやつは見かけなかったけどな。ならいいけどよ。とにかく気をつけろよ、いきなり現れっかもしれねえからさ。カンナ、千歳さんをゲットして捕獲ですわー、ですわーとか言って。五箇条先生、全然似てねえぞ。余計なお世話だこら。ああ、嘘嘘、似てる似てる、そっくりだよ、そっくり大将決定。もう遅いわ。おい、マジで怒ってどうする。さつきさん、自信がありましたので。でもやっぱり似てません。なに。ただいま授業中である。静かな廊下をカサカサとやってくるカンナ。もう休み時間はダメですわ。男子や知らない人がいっぱい歩いてるんですもの。カンナ怖くて恐怖ですわ。こうなったら授業中に横からさらう作戦でいきましょう。千歳さんのいる教室のお部屋はどこでしょう。あ、ここですわ。そっと教室を覗くカンナ。くしくも教室では弥生が保健体育の授業をしていた。ですから息子の部屋からエッチな本が出てきたら性教育の格好の機会なのです。ここポイントよ、試験に出ますからね。千歳くん、起きなさいよ、危ないわよ。エッチな格好がポイントよ。そこ。弥生の放ったチョークが千歳に命中。千歳くん、授業中に居眠りしちゃダメよ。刺さってる、チョーク刺さってる。だから言ったのに。さすが和式ママ、隙がないですわ。和式ママが教室にいるなんて意表をつかれて計算外です。弥生はまるでトイレのような異名をつけられていた。いきなり飛び込んだら刀で斬殺されてしまいますわ。そこまで言うか。もうカンナ困りました。あら、カンナさん。カンナが振り返るとムツキが立っていた。ギョッとするカンナ。メイドママ、どうしたんですか、こんなところで。人違いですわ。カンナは、あ、カンナじゃなくて新任教師のトナズキミンナですわ。え、真っ赤になるムツキ。あ、そうだったんですか。ごめんなさい、知ってる人にとてもよく似ていたもので人違いしちゃった。恥ずかしいです。気にしなくてよいですわ。私、新任なのでちょっと学校の見学をしていたのですわ。新任の方だったんですか。そうですの。じゃあ、私が案内してあげます。ね、結構でご遠慮いたしますわ。いいんですよ、今空き時間ですから。さあ、行きましょう。カンナの腕を取り、半ば強引に引っ張っていくムツキ。強力なおせっかいさんですわ。ムツキに引きずられ、泣きそうなカンナであった。続く。
美術室の前、ムツキとカンナがいる。ここが美術室ですよ。そうですの。あの、もう見学の見物は十分ですわ。ですから。あ、ムツキちゃん、ウズキに用事？美術室からウズキが顔を出した。あれれ、カンナちゃん、久しぶり。カンナを見て楽しそうに笑うウズキ。私は違いますよ、支店の先生。この方は新任のトナズキ先生です。カンナちゃん、チャイナドレスなんて可愛いね。ウズキはあまり人の話を聞かないタイプである。そうですか。 ありがとうございます。ではごきげんよろしゅう。笑いを残してその場から逃げ出すカンナ。カンナちゃん、何慌ててるんだろう。違います、あの方は新任教師のコスプレでしょ。だったら新人らしくシングル三つボタンジャケットのリクルートスーツとかの方がそれっぽいと思うんだけどな。うん、そう思わない？あんなに急いでトイレでしょうか、トナズキ先生。ウズキもチャイナで学校来ようかな。場所わかるといいんですが。訂正、二人とも人の話を聞かないタイプである。すでにカンナは人気のない天井を這いずって逃げていた。おせっかいママの目はカンナの完璧な変装で欺けましたのに、変身ポンポコママは見かけによらず鋭いですわ。変身ポンポコ、もとい、ウズキが鋭いのではなく、ムツキが大ボケなだけであった。でもこんな人目のつかない場所でハーハーしてはいられませんわ。誤解されそうなセリフであった。キーちゃんに見つかる前に、なんとか千歳さんを拉致して捕まえてカンナのものに。カンナのもの。嫌ですわ、嫌ですわ。カンナったらカンナったらなんてことを。背中から落ちるカンナ。痛いですわ。廊下に仰向けになったまま、痛くて身動きが取れない。そこへ授業を終えた弥生が歩いてくる。何かしら、あのピクピク動いてる真っ赤なものは。あ、カンナさん。わしきママ、逃げなくては。でも痛くて動けませんわ。カンナさん、どうしたの？廊下で寝てると風邪ひくわよ。言うことは何でも聞きますから、気につけないで。何？キサラギさんを呼んでくるの？いや、それだけはダメですわ。あれ、弥生ちゃん。カンナちゃん、そこにいたんだ。変身ポンポコママまで。カンナピンチですわ。こうなったら。突然ガバッとスカートを広げるカンナ。カンナちゃん大胆。何の真似、はしたないわよ。発射ですわ。スカートの中から複数の弾を発射するカンナ。ボールがチカチカと明滅する。廊下をフラフラと歩くカンナ。爆発のどさくさでなんとか逃げましたけど、完璧な作戦がなんかうまくいきませんわ。そういうのを普通完璧とは言わない。あ、トナズキ先生、ちょうどよかったです。あ、おせっかいママ、ちょっとだけこのクラスにいてくれませんか？え、休養ができちゃいまして、今自習にしてますので、少しの間見ていてください。お願いします。すぐ戻ります。すみません。言葉遣いは丁寧だが、相変わらず有無を言わせぬムツキであった。やむを得ず、おどおどと扉を開けるカンナ。トナズキ先生。チャイナの君ではありませんか。おお、偶然出会って、ひょんな場所で再会イベントですな。生き物ですわ。フラグオッケー。たまらっさい。瞬時に踏みつきの手で叩きのめされる BC。 まったく、自習も授業のうちなんだから静かにしなさい。そう怒鳴られている B と C は静かどころかすでに虫の息であった。委員長さん、相変わらずイカスお方ですわ。トナ
月先生、どうなさったんですか？自習を見ていてほしいと頼まれまして。そうなんですか。でも見たのでもう帰りますわ。見るとはそういう意味ではない。うっせえな、せっかく自習だってのに寝てられねえだろ。千歳さん。そうですわ、どうも見たことがあると思ったらここは千歳さんのクラスだったのですわ。せっかくの自習って授業中でも寝てるでしょうが。戸名月先生に失礼よ。千歳の寝ぼけた目に赤いチャイナドレスが飛び込んだ。委員長の彼女じゃねえか。何言ってんの。顔をはっきり見てさらに仰天する千歳。カンナ。新任の戸名月先生よ。自習の間一文字先生の代わりにいてくださるんだって。どうして。戸名月みんなです。よろしくですわ。なんで、どうしてこんなに似てるんだこの先生は。千歳のボケ度はムツキと同レベルであった。その頃ママたちは科学室に集まっていた。あ、ムツキちゃん来たよ。遅れてすみません。授業中の呼び出しなんて一体どうしたんですか。この5人が集まるんだぜ、決まってるだろう。千歳さんなら今私の授業で寝てましたけど。また、さっき私のチョーク手裏剣でお仕置きしといたのに。すみません。ムツキさんが謝ることじゃないわ。それよりカンナちゃんがこの学校に現れました。カンナさんが。ムツキちゃん、さっき一緒にいたでしょうに。いいえ、あれは新任の戸名月先生。もしかしてあの人が。気づくのが遅すぎるムツキであった。似ているとは思ったんですが。さっきいきなり爆弾で攻撃されたの。もう服が汚れちゃったわ。ムツキも髪がすすけちゃったよ。でも何しに来たんだろう、不思議。あの爆発で普通にしていられるこの二人も十分に不思議であった。カンナちゃんの目的は千歳さんを奪うことでしょう、多分。そうなんですか。そうなの。嘘って、お前ら今まで気づかなかったのか。いけません、千歳さんのクラスに戸名月先生、いえ、カンナさんを。なに。騒然とするママたちをよそにカンナは、千歳さんのクラスに来られるなんて幸運でラッキーですわ。他のママさんたちもいないし余裕でゲットですわ。突然の高笑いにギョッとする生徒たち。びくっ、どうしたんですか戸名月先生。いえいえ、思い出し笑いですわ。心配しないでくださいませ。思い出し笑いって別な意味で心配になる踏みつきであった。しかしマジでよく似てるよな、笑い声まで同じだぜ。その上委員長と怪しい関係だし。人のことなんて目で見てるのよ。果たしていつまでボケ倒しているのか千歳。まだまだ続く。走るママたち。急げ、千歳が危ねえ。無事だといいけど。ムツキちゃん早く。でも廊下を走るのは高速違反ですし。たく、相変わらず融通きかねえな。俺は先行くぞ。うえあ、待ってください。なんだよ、急に止めるから靴底超えちまったろ。サツキのダッシュは F1 並みであった。いきなり全員で行くのは危険です。私たちの秘密がバレてしまいますね。でもさ、ここが学校なのをすっかり忘れてたわ。
それ以前に自分たちの仕事をすっかり忘れているママたちであった。いよいよ千歳さん捕獲器の出番ですわ。教壇に立って緊張するカンナ、背中からただ巨大なだけの虫取り網を取り出す。戸田月先生、手を挙げる踏みつき。ぎく、何ですか？あの、ここのところがよくわからないんですが。え、あまり古文は得意ではないので。得意で詳しいのは理数系ですので。そうですか。 お役に立てずに本当に申し訳ないですわ。許してください、委員長さん。いえ、後で一文字先生にお聞きしますから。あ、そうでしたわ。グズグズしているとおせっかいママが戻ってきてしまいますわ。いつの間にか扉に立っているさつき。戸田月先生だっけ？用事があるんで来てもらえるかな。にこやかな笑顔にそこはかとなく殺気が満ちているさつきであった。あ、さつきママじゃねえか。怪力ママ。こら、誰が怪力だと柱を殴ってへし折るさつき。バレちゃいました。カンナピンチですわ。窓の外を見るとキサラギが浮かんでいる。キイちゃん、うわっ、いきなり窓から顔出すな。ここ何階だと思ってんだよ。非常識だろうが。本当は非常識で済む問題ではなかったが、キサラギなのでそれ以上は誰も特別に思わなかった。こうなったら最後の最終手段ですわ。カンナチャイナドレスの前をガバッと開く。何のサービスだ。違うでしょ、エスケープくんバージョン 1.003 ですわ。カンナの胸に取り付けられていた鏡のような板にピカッと閃光が走る。うわ。突然の閃光に目をゴシゴシとこするサツキ。なんだよ今の。逃げられました。しまった。慌てて走り出すサツキ。キサラギもそのまま下にスーッと降りていく。ねえ、ひととせくん、一体何が起きたのかしら。で、いない。踏みつきの横に座っているはずの千歳の姿が消えていた。どさくさに紛れてまた逃げたわね。今日という今日は絶対許さないわ。ダンと立ち上がる踏みつき、握った拳が委員長の使命に燃えていた。自習は遊びじゃないんだから。こんな騒ぎがあった後でも踏みつきはタフであった。ジェット噴射付きのローラーブーツを履いたカンナが廊下を爆走する。ついにゲットですわ。走るカンナの後方を必死で走る千歳ではなく、カンナの手にしたロープが千歳の腰にくくりつけられ、強制的に引っ張られているのであった。なんなんだよ、なんで院長の彼女が俺を引っ張り回すんだ。おい、離せ、止めろ。こらダメですわ、千歳さんはカンナのものですわ。カンナのもの。ああ、なんて過激な表現、いやーですわ。まさか。カンナのまとうチャイナドレスがバリバリと裂けていき、エメラルド色の昆虫のような服の裾がはためく。カンナ、カンナ、服までカンナと同じなのか。おいおい、違うわ、その人はカンナさんよ。真剣を抜き、カンナの行く手を阻む弥生。いやー、U ターンしますわ。くるっと向きを変えるカンナ、遠心力で振り回される千歳が壁に激突する。もうやー。しかし向きを変えた先にもムツキとウズキが立っていた。カンナちゃん、もう逃げ場ないよ。キャハ、千歳さんを返してください。どうしましょう、挟まれてしまいましたわ。まあ千歳さん、そんなに憔悴してお疲れになっておいたわしいですわ。あんたのせいだろうが、一緒に走る身にも慣れてんだ。スペアがありますわ。カンナから手渡されたローラーブーツに履き替える千歳。おお、ぴったりじゃん。それではレッツゴーですわ。おう。千歳さん、王じゃありません。いけねえ、つい、いやい、離せこら。暴れてはダメですわ。千歳くん、今私がそのロープを。真剣で切りかかる弥生。そうは回りませんわ、ジェ
レッドブーツフルパワーですわ。校庭をジェットで走るカンナと千歳、ママたちがそれを追う。このまま学校の外へ、おさらばのバイバイですわ。冗談じゃねえよ、助けてくれ。くそ、あのスピードじゃ追いつけねえぞ。こんなこともあろうかと、キサラギレバーのついた箱を取り出す。マッハじいさん、起動。マッハじいさん、あれを見てと、弥生が指さしたのは校庭に鎮座している老人の銅像である。あれは暦学園創立者の銅像。え、銅像が無表情のまま突然その場でホッホッホッと足踏みを始める。あ、足踏みしてますけど。このリモコンで銅像を操作できるよう改良しました。改良なのか、そういうのって。とても速く走れるのが特徴です。今日はともかく、レッツゴー。いきなり華麗なフォームで走る銅像、無表情なのがかなり不気味である。千歳の叫びを聞きつけ校庭に出てくる踏みつき。もう外で大声なんて上げて何考えてんのかしら。委員長としてよく叱ってやらなきゃ。でも最初は怒ったふりしてても結局許しちゃうんだけどね。他のクラスメートに人とせくんにだけ甘いんじゃないなんて冷やかされて慌てて訂正したりして、これじゃすっかりラブコメだわ。恥ずかしいと妄想する踏みつきの前をシタタタタタッと疾走するじいさんの銅像。銅像が走ってる。走り去る銅像を指さしたまま失神する踏みつきであった。いい加減離せってば。振り返るとじいさんの銅像が無表情で近づいてきた。ほんがー、じじいの銅像が走ってる。学校の階段か。キイちゃんの仕業ですわ。銅像ロボなんてさすがですわ。もっとマシなもん考えられねえのかよ。あと少しでカンナさんに追いつくわ。無表情の老人の銅像がまっすぐ腕を振り足を高く上げながらカンナたちに迫った。状況はかなり気味が悪いけどね。なかなかいいフォームしてんじゃん、マッハジジイのやつ。マッハじいさんです。ネーミングにこだわりがあるようだ。学園長に後でなんて説明すればいいんでしょう。突然足を上げたまま停止するマッハじいさん。故障しました。何？カンナの勝ちですわ。カンナ立ち止まって勝ち誇る。今だ。後ろからカンナに飛びかかる千歳。ダメですわ、ダメですわ。うまいわ千歳くん。ママたちもみ合う千歳とカンナの元へ走る。千歳さんひどいですわ。力ずくにカンナを首伏せないでください。そういう言い方すんなよ、誤解されんだろ。何今の夢。あ、カンナの叫びに目を覚ます踏みつき。後ろからカンナを押さえつけている千歳が目に入る。ダメですわ、ダメですわ。こら暴れんな、早くこのローブ切ってくれ。よし待ってろ千歳くん、大丈夫と走り寄るママたちの横をマッハじいさん並みのスピードで追い越す踏みつき。ほら、怒れる踏みつき千歳の横に立つ委員長。他の先生だけじゃなく戸田月先生にまで。までってなんだよ、そんなことよりなんで委員長がここに。スケッチよ。なんだ。カンナとつながっていたロープがちぎれ天空に舞う千歳。ママたちはいきなりの踏みつき乱入に目が点になっている。あら、カンナにペコペコ謝っている踏みつき。すみません先生、彼うちのクラスの人とせくんって言うんですけど、いつも不真面目で困ってるんです。新任の先生にまでご迷惑をおかけしちゃって、委員長として彼に代わって謝ります。ごめんなさい。はあ、よくわかりませんけど
の後方からママたちが走ってくる。まずいですわ。カンナの計画はよくわからないうちによくわからない失敗に終わりましたわ。ここはひとまず退散の遁走ですわ。突如グラウンドが揺れ始める。あ、足を止め緊張するママたち。うわ、地震？どうしたんですか？またカンナさんのいたずら？いえ、これはグラウンドが裂け、3メートルほどの銀色の円錐が現れる。なんなのこれ。私のロケットですの。私もう帰りますわ。では委員長さん、ごきげんようですわ。円錐の一部が開くと同時にそこへ飛び込むカンナ。その途端火を吹いて天空へ登っていくロケット。戸田月先生、さようなら。高速通り元気に挨拶する踏みつきであった。ママたちもロケットを見上げている。わー、かっこいい。チェ、また逃げられたよ。相変わらず賑やかな人ね。よっぽど好きなんですね、千歳さんが。はい、私の幼馴染ですから。あのさ、どうしてそうやってしみじみと話ししめられるわけ。とよれよれの千歳が歩いてくる。は、千歳くん、もう逃がさないからね。千歳の首をムンズと掴んで歩き出す踏みつき。うわっ、苦しい。あれ、先生方どうしたんですか？戸田月先生をお見送りに。そうだったんですか。それよりロトス君、実習よ実習。もう逃がさないからね。こいつってなんでいつもいつもこんなにマイペースなんだ。なんか言った？何も言ってませんです。はい。その後、小読み学園創立者の銅像は走ったポーズのままで再設置され、不気味なほど躍動感あふれる老人像として巷の話題になったという。めでたしめでたし。ハッピーレッスン、ママティーチャーインザスペース。A long time ago in a galaxy far, far away. 無限に広がる大宇宙、それは人類最後のフロンティア。前方異常なし。ほら、真面目にやれ。全部コンピューターがやってんだから。わざわざこんなところに座ってチェックしたって意味ねえじゃん。気持ちの問題だ、気持ちの。ここは高性間移動も可能なスーパーラムジェット推進の中型宇宙船スペースカレンダー号のメインブリッジである。クルーは人とせ千歳を雑用係とするママたち5人で編成されている。なんだ雑用係ってのは。俺は船長だぞ。そうだったのですか。とコンソールで機関チェックをするキサラギが首をかしげる。一応この船は千歳くんのだし、そういう話もあったような。神棚にお祓いする巫女姿の弥生が手を休めて答える。なぜ宇宙船内に神棚で巫女などと考えてはいけない。一応じゃねえ。いきなりみんなで押しかけてきたくせして、その上ローンウルフ号って船の名前まで勝手に時計っ子一枚上がって、シク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 。スペースカレンダー号の方がおしゃれだよ。だったら最初の案のスマイリー千歳号にすればよかったじゃん。背後でミシン書きをしている衣類担当のうずきが口を尖らす。なぜ宇宙船でミシンなどと以下略。そんな売れねえ芸人みてえな名前もっと言えだ。もうわがままなんだから。ママたちが決めた名前なんだから、わがまま言わないの。千歳の船に同乗するこの女性たち、実は全員千歳の母親であった。細かい経緯は省くが。省くなよ、全然わけわかんねえだろうが。食事の支度ができましたよ。食堂に集まってください。ああ、待ってました。
食に限るよな。刺身には熱くんだよ熱くん。そうそう、昨日お味噌切らしちゃったんだけど大丈夫だった？あ、新聞のチラシを見たらスーパーの特売をやってて余分に買い置きしときました。ここって宇宙船の中なんだよな確か。警報です。警戒コードはレッド。何？ブリッジに集まる一同。モニターに巨大な宇宙船が表示されている。あの船は名前から察するに健康ランドとかで巡業しているマイナーな漫才コンビ。違うわ、カシマシペアって最近この中域を荒らし回ってる宇宙海賊よ。カンナとフミツキという二人組で特に女性ばかりの船を襲うらしいの。宇宙警察も手を焼いてるって。こないだ美容院に行った時に読んだ雑誌で特集してたわ。無意味にリアルだった。海賊の言いなりになんかなってたまるか。カンナお姉様、あんなこと言ってるわ。生意気ですわ、怖いもの知らずですわ。富月さん、キャッチャービーム発射ですわ。了解。機関停止、操縦系統が支配されました。その船は私たちの支配下に置かれたわ。観念して証拠ペンを開きなさい。ちょっと待ってください。みんなで相談します。なら3分待ちますわ。海賊船の中で北総エム海賊姉妹。お姉さま甘いわ。すぐに魚雷をお見舞いしちゃいましょうよ。あのスペースカレンダー号はクルーが女子だけですわ。すぐに言いなりに服従しますわ。スペースカレンダー号のブリッジでは一同が頭を抱えていた。中海賊なんて本当にいたとはな。ところで女性だけの船を襲うって言ってたけど、この船には俺がいるじゃん。だってママなのは秘密だし。数が多い方を優先して女性のみでクルーの再登録をしたんです。そういうとこだけ基本設定に準拠かよ。これは俺の船だぞ。そんな話よりこれからどうしようか。待て、俺の話を。ペンを開いたらあの人たちがうずきたちの船に入ってきちゃうよ。多分海賊ってくらいだからそれなりの武装してるだろうしな。やばいぜ。虫決め込みやがってな。言う通りにしましょう。そうすれば命は助けてもらえると思うし。いなりかよ、納得いかねえぞ。一つ作戦があります。作戦？カシマシペアの姉の方は男性が苦手です。キイちゃん、なんでそんなこと知ってるの？姉の方のカンナちゃんは幼馴染です。そういうことは先に言えよ。サラギさん、知り合いならなんとか許してもらってください。それは逆効果です。私がいるとカンナちゃんムキになりますから。ムキになるってどういう関係だよ。とにかく今は千歳さんを使いましょう。カンナと踏みつきを迎えるママたち。しかし、キサラギの姿だけはない。素直でよろしいですわ。お邪魔します。お姉様、よそのお家に来た時は最初にお邪魔しますでしょ。あ、そうでしたそうでした。お邪魔します。あ、いらっしゃいませ。おい、ムツキ、何応対してんだよ。でも、あちらもご丁寧にご挨拶されてますし。さあ、おとなしく手を挙げなさい。カンナとフミツキが銃を向けた。はいはい、その手を挙げるじゃないですわ。学校の分かった人じゃないんですから。あ、そっか、海賊に襲われるのって慣れてなくて間違えちゃった。なんか緊迫感のない人たちね。では貴重品で金目のものをいただいて頂戴しますわ。そうか、あっちだ。
カンナと文月を連れて倉庫の前までやってくるママたち。この中です。お邪魔しますですわえ、誰？男です。もう少しマシな言い方はないのか。なんで？男子ですわ。お姉様、落ち着いて。あなた誰なの？マジ妹の方は冷静だぞ。話が違うじゃんか。俺、人とせ地とせ、5人のママたちと気ままな宇宙の旅をしてる、ちょっと照れ屋なナイスガイ。さーて、今回はどんな冒険が待ち受けてるかな。なんて、うろたえるあまり古いアニメのオープニングのような自己紹介をする地とせ。男の人が女の人に囲まれた一つ屋根の下に。待て、なんで怒ってんだ。それに、なんだその握り拳は。月曜踏みつきのアッパーカットは遠い銀河でも健在であった。あらまあ、千歳くんが叩きのめされてるわ。変ね。にしても見事なアッパーカットだぜ。あの、妹さんの方はもしかして男性が苦手なのではなく男性が嫌いなのでは。姉の方しか私は知りませんので。だからそういうことは先に言えってば。いやー、男子怖い、男子怖いですわ。カンナが顔を上げると目の前に逆さになったキサラギの顔。キイちゃん、どうしてキイちゃんが。私たちは千歳さんと伝説の宇宙愛の根源を発見する旅の途中です。いつの間にそんな壮大な設定が。まあ、なんておけつな船なんだろう。千歳の襟首を掴んだまま文月が出てくる。お姉様、こんな男のいる船はディメンションキャノンで銀河地平に吹き飛ばすべきよ。襟を掴んだボロボロの千歳をぐいっとカンナに見せつける文月。いやあ、男子を近づけて接近させたらダメですわ。嫌ですわ、問題ですわ。突然パニックを起こすカンナ、いきなり巨大な大砲を取り出す。どこからそんなもん出したんだ。つうか危ねえだろ。男子嫌い。大砲の狙いが千歳につけられた。危ない、千歳くん、千歳さん。慌てて踏みつきから逃げ出そうとする千歳。こら、逃げるな。と千歳の足を両手で掴む踏みつき。男子はみんな滅亡して消滅ですわ。あれ、踏みつきが手にしているのは千歳のズボンのみ。千歳は間一髪踏みつきの手から逃れていたのであった。やったー。うわ、危なかった。ハラハラさせやがって。見たか、これぞ忍法脱皮の術。腰に手をやり胸を張る千歳。カンナと踏みつきはその一点を凝視して顔面蒼白になっていた。寝ちゃった。目視して確認してしまいました。千歳の下半身は下着まで脱げていた。簡単に言えばすっぽんぽんである。しまった、俺の大砲が。慌てて股間を隠す千歳だが、もう遅かった。もうお嫁に行けない。一秒たりともこんなところにいられるもんですか。おぞましいですわ。やっぱり男子嫌いですわ。怖いですわ。逃げますわ。海賊船は亜光速で逃げていきました。とんだ目に遭っちゃったわね。それは俺のセリフだ。を見られたショックを隠しきれない千歳。でも千歳くんがいなかったら大変なことになってたよ。さすが船長。まあな。これでようやく俺を船長だってことも認めたら。はい、私たちの息子は最高の船長さんです。
隙間も。ああ、何しろ俺たちの息子のさらに息子は海賊も逃げ出す最終兵器だしな。親父ギャグは余生まで決まったな。こういうギャグでほがらかに笑うな。スペースカレンダー号に平和が戻った。個性的な5人のママたちを引き連れ宇宙を旅する千歳。果たしてこれからどんな旅が待っていることやら。それはまた次回のお話。うわっ、次回もあるのかよ。ギャラクシー厳しい。ラジオドラマハッピーレッスン、もじもじカンナの大逆襲。脚本吉岡貴雄、出演どうも、人とせ千歳役の岸尾大輔です。はい、今回はですね、カンナのお話でしたね。千歳はどんな風だったかというと、ボケっぷりがねよく分かったと。そしてやっぱり叫んでました、頑張った頑張った、首がピキピキする。以上です。一文字むつき役の浅野瑠璃です。今日はそうですね、前の動く銅像に続き、動く仏像に続き動く銅像を見れて笑いました。宇宙にも行けちゃったので、今度はどこに行けるんだろうなんて思っています。今日も楽しかったです。ありがとうございました。二の前草薙役の木村明子です。今回はカンナちゃんに押されっぱなしだったような気もしますが、動く銅像を開発しました。今度は仏像と銅像を戦わせてみたいななんて思っています。で、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございました。三千弥生役の井上貴子です。ドラマ CD 今回もすごく楽しかったです。ありがとうございました。私的にはですね、やっぱり弥生先生の出したっていうんでしょうかね、チョーク手裏剣、あれがすごく気になってて、一体どんな場所にどのようにして、千歳くんのどこかにどうなったのか、それがとっても気になります。はい、本当にどうもありがとうございました。のうずき役の小山きみ子です。今回は盛りだくさんで大騒ぎだったのですが、やっぱりハッピーレッスンが宇宙に行けたというのはすごいなと思いました。宇宙で戦って勝ってママたちバンバン祭、ハッピーレッスンもバンバン祭、これからもバンバン祭で頑張りたいと思います。今日は楽しかったです。五箇条さつき役の佐々島かおるです。みんなどうだった、さつきのギャグ宇宙級だったでしょ。最高だよね。暴走してないよ、大丈夫、みんな大丈夫。これからもさつきのギャグには目を離せないね。みんなどうもありがとう、これからも応援よろしく。七光尾文月役島根陽香です。今回も文月ちゃんアッパーカットが飛んでいて楽しかったです。なんか CD ドラマの方じゃなくてアニメの方だとアッパーカット多いんですけれども、CD ドラマだとなんかどっちかっていうと何でしょうか、暴れるっていうかそういうのが多かったような気がするんですが、今回はおとなしかったなっていう気がします。モノローグがなかったせいなんでしょうか。でもなんか心の中の叫びが最近聞こえるような気がしてきました。島良香でした。どうもありがとうございます。戸隠カンナ役の中川明子です。今回カンナちゃんのお話ということでとっても楽しみました。カンナは本当に楽しくやらせていただいてます。たくさん叫べてちょっと気持ちよかったです。またカンナの話があればいいなと、これからもいっぱいカンナが出てくればいいなと思います。中川でした。B 役と、バッハッチさんをやらせていただきました橋場修也です。C 役の中国拓郎です。ね、どうでした今日は。今回とうとうラジオドラマに初参戦、はい、B と C がもう BC 街道まっしぐら、まっしぐらこの調子でもっと上行きたいよね。そうですね、嬉しいですね。もうぜひ頑張っていきたい。もう皆様のもう
ね、声だけが私たちの存在価値を高めていくんです。いくんです。どうかよろしくお願いします。お願いします。では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 、ナレーターの足立真理です。今日はいつもと趣が違くてびっくり、しっとりと感想を言いますよ。今日はカンナちゃんがね、大爆発してましたけど、カンナちゃんの、私は各ママの命名が大好きで、弥生ママのことを和式ママだとか変身ポンポコママだとかいうのが超面白くて、テストの時にケラケラ笑ってたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。あとね、あとね、一つ気に入っているのがなんだっけ、千歳 のチョーク刺さってる、チョーク刺さってるが超面白かったんですけど、皆さんはどうですか。刺さらねっちゅうに、あんな柔らかいもんが刺さらねっちゅうにって感じでですね今日も楽しいハッピーレッスン、いかがでしたでしょうか。じゃあこの後は引き続き、またまた岸尾大輔のコーナーをどうぞお楽しみください。どうしたんだよ院長。私ね、くんのことスキンシップ、しょうがねえな、今回だけだぞ。俺さ、あれ好きでもなんでもないわよ。好きやり言ってる場合じゃない。ポンジュールポンジュース、ポン、どこの家の子じゃ。あっ、ポン、ハッピーレッスン、ひとそせちとせ約 3.8、 貴重大輔です。ボスはおぼうしま、同じくハッピーレッスン7コロビー踏みつき役、涼子です。はいね、院長とはね、役中どころでも同級生で下級生で卒業生ってなわけでね、喋りやすいかな。私はやりにくいです。そんなことないでしょ、いつもさ、あんなことやそんなことやちょけちょけや見るもん無残に、まあ言ってみればね。殴るのやっぱり。まあ、そうじゃなくてね、まあね、今日はね、志摩涼子のね、現在フリー、何がフリーかは内緒っていうのをね、すべてをひんむいてカッパ抜いて書輪こすってね、キサラギママもびっくりだっていうくらい、もうやめてくださいってなぐらいにね、大解剖するってことで。いやらしいですね。ああ、そうさ、俺はいやらしいダイヤモンド大魔王だ、シャザンだ、ハクションだ。よく言える。開き直るなよ。サバ開いて開いて、ヒマラヤン、次に雪降るぜ。大丈夫、任せて、優しくするからさ。ケチやー。そんな不潔でバケツでボケツをよく振る2人がお送りするこのスペシャルチェックプログラム、ポンジュース行ってみようかな。シュートン、シマリオのハッピーレッスン言えよ、スペシャル。あらあら、ためまくって岸尾大輔、別名ホラ吹き、ボラ吹き、砂吹き、男爵芋ドエス。よろしくお願いします、シマリオカです。いやー、まったくね、もう今回はね、メガネっ子にはかなわないってことやね。そうよ、すごいよ。そうよ。そう、でもあれだよね、あのクラブね、 B と C、うん、B に一緒になってびっくりしたね。私 A かな。A だよ。 A 感じでいきましょうか。はい、 A 感じで。でもね、あのクラブで V まで一緒だったらね、出しゃばりすぎだよね、橋場さん。あの元寺床さん、すごいですよね。僕の先輩なんですけど、寺床さんと、あのなんとかしてくださいね。そうね、あ、困ったやつだ、あの人ね、先輩だけど、まあ、ボコボコで。やばいぞ。酔っ払ってないんだけどね。うん、そうそう。いや、いわゆるいっぱいいっぱいってやつ、酔っ払いじゃなくていっぱいいっぱい。なんか焦ってないよ、焦ってないよ。焦ってるよ。うん、焦ってんといえばね、あの岸尾とね、志摩涼子ちゃん、今まで接点ありました。ありました。ないですよね。ハッピーレスで初めてですよね。そう、そうかな。全然初めてだね。うん、そう。私も初めてだと思われる、うん、初めてね。でもラジオドラマやった時はあれだよ、はい、アドリブ返してきたのはあなたが初めて。どうしようかと思いましたもん。あれは返さなきゃいけないのかなと思ったんですけど、そのまま止まっちゃったんで。みんな流していくんだけど、あなただけ初めて、あなたが初めて返して、その次はミケちゃんかな、その時ミケちゃんね、わーって返してきてね、で返したいんだけど返せないのが、誰だ、誰だろうね。名前出てこねえ。忘れちゃった。まあいいや。かわいそう、すいません。まあね、二人とも現場で下品だよね。私は下品じゃないよ、全然。いやいやいや、なんか普通にね、普通に、なんだ、休憩時間にトイレ行くんだったらトイレ行くなんて言わなくていいのに、トイレ行くって言って行くのね、この人。だって言わないと、なんかみんなどこにいるか分かんなくて探したら いや、別にいいじゃん、休憩中なんだから。休憩中なんだからいいの。ほんで、そんな言わなくてもいいよって言ったら、わざわざ言い直して、あ、じゃあ俺、便所行ってくる、証明してくるって言い直すんだよ、この人。分かりやすいでしょ。みんなそれを期待してるんだよ。それしてないよ。
ファンはしてないよ間違いなくファンの下皆さんごめんなさいイメージダウンかもまあねあのハピレスのね現場自体ね下品っていうことでそうですねなんかね岸尾さんを筆頭に筆頭にみんな下品さそれそうださて今日もそんなステッキーな部下でしぼめでまあ一応知り合いで友達っぽくもありおよび悪徳プロデューサーっぽい人からね、はい答えにくいなぜなぜ質問どうしてホワイクエスチョンが届いていますはいえいってくださいあこれこれですかそうだあんたが読むのよあ僕のトーク聞き惚れてないねどんどん行こう行こうあこれですかいきますよはい P ネームセクシーダイナマイト桜島かおるさんからはい2人はお休みの日に何してるの一人遊びね一人遊びなんだよ一人遊びっておいおいおい一人遊びなんか怪しいよこれまあ2人ともね一人でね楽しくやってますよなんで私のこと知ってるんですかあごめんなさい何してるんですか私ですか、うん、私スポーツ好きだからスポーツしてますよあ一人で一人でやれやらないやない公園でキャッチボールしてますあなるほど一人でね、うん、僕はね最近あの引きこもりって流行ってるから引きこもりですはい行きまーす次、はい、ハッピーネーム縦でも横でも小山きみ、ん小山きみ子なんだこれ誰だよ恋人同士で遊びに行くならどこに行きたいですか恋人同士であーまずね、うん、恋人作ろう募集中はいはい次あれ呼んでハッピーネームセクシャルパンツ大宮三郎さんから、今日の下着の色とは色と形ははいなんだよはいはいりょくちゃん何不潔よおいあなんだ閉めちゃったよしまった俺が先に言えばよかったなしまったな俺は履いてないどうだ見るかカチャカチャカチャどうにかしろよおい、 おい無法地帯だよあんたの方が不潔だよすいませんはい以上ふざけた連中というかふざけてんのは僕たちじゃねえの答えにくい質問のコーナーでしたはいいつ閉めろよこれ不潔にもほどがあるわはい、はい、岸尾堂しばりょんハッピーレッスンヘイリョカちゃんお次のネクストラウンドは何ぞ申してね、そうですね青春とはなんだ若者の主張のコーナーわっと何何それそれ私たちの青春をセキララに告白していや悩める若者に愛と勇気を与え伝えるコーナーだそうですああそれは俺の過去もひんむがれるのそりゃそうです おいらね今でも青春真っ只中だよイカスボーイだぜおいえいえいえどんな青春ですかま参考までに言うけど参考にならないと思うぜ、うん、青春青い春先行だよあらまー寺巡り岸尾さんの高校時代って何ですかどんな感じですか恋はあ僕ねあれなんですよ、あの真面目になっちゃった、男子校だったから男子校そうそうそう女の子と出会いとかない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 あのジムのねあのお姉ちゃんというかおばちゃんというかあ襲っちゃったなんだ直接ストレートだなこの子は襲わないよ告白したんですか？だからなんでそうなるのよジムのお姉ちゃんしかいない出会いがないということですよでもあの近くに高校とかの女子校とかない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 その女子校ないその言葉聞いたことないよそんなそんなあ合コンがあったとかないよ僕はお酒飲めましんでも高校生でもお茶会みたいな合コンお茶会ちょっと何茶道部さどうかなってこれ何回も使ってるけどねりょうかちゃんどうなのりょうかちゃんりょうかちゃんはですねもう女子校だったんですけどなんだよ同じ穴の無地なのかよ女子校だけど近くにね男子校があったんで普通にあ、恋はしてたの恋はしてましたよいや、やらしいスケベいやー下品よでも男子校ってなんかやらしいうさいほぼじゃないわどっかのプロデューサーちゃうわ笑ってるかな笑ってる笑ってる怒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 ってる何何その何お思いを伝えたりなんかしたの思い電話手紙あ、でもね告白されることが多かったやだよモテるって何モテるってことを開けさんま開かしてんのあの、なんだ告白されたことないんですかないかなもしかしてあの道でこう待ってる女の子がいてあんたじゃない踏みつくじゃないいないいないそんなにいないいないそんなにブサイクだったのいやあのねあほらほらあのまあそれなりにね田舎っぽかったけど田舎っぽかったんだでもほら昔からねお笑い系だったからね
お笑い系、そうそうそう、笑い系って結構モテない。いや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 、バカだねで終わるの。そうそう、あのやりすぎるから俺って。ああ、ちょっとね、あの人そう面白いとかじゃなくてちょっと怖いだから。変態じゃん。そうそうそう、それくらいのね領域に僕くらいだとなってたんでね。ええ、まあ思い伝えるのはあれですな、あの僕は直接に行きますな。直接、うん、男らしく、おのそう男らしく、そうやらせろって違う。いやそんな高校の時からそんなこと言ってたの。あーごめんなさい、受けまくっちゃった。ひどい人だ。で、そうで付き合ったりなんかしてたりしてたりしたらデートするわけ。やっぱりデートしますよ。映画行くの？映画とか行っちゃうの？映画行きますね。定番だね、僕は一人で映画行くけどね。映画好きだからね。すごく寂しい。いや映画好きなの普通にね。え、好きでも彼女と行かないの？あ、まあいれば行くけど。いれば。どんな映画に？そういれば安定さ、いればね。何それってこの歌詞ですか。ちょっとちょっとちょっと、いればだよ、いればだよ。ちょっと恥ずかしがっちゃって。まあ映画には本当に行くよ。うん、よく行く、すごくよく行く。え、他はどっか行くんですか？うん、まあ普通に遊びに行きますよ。遊びにどっか行きますよ。例えばなんかとかに、うん、遊園地とかに行くとか。遊園地行きますよ。行って、うん、どんなデート。いやあんまりそんなね長くするようなこと。告白するならどこがいい。無理やりだよ。どこ告白する、どこ告白するなら、どこでするの。嫌だ、一般的に嫌なとこだったら嫌なとこは嫌。嫌なとこ嫌って何。だってトイレの中とか嫌じゃない。そんなやついねえよ。トイレネタ好きだね、ほんとみんな好きだよね。カオルンとかさ、友達がね、トイレの中で告白されたって言ってすごい嫌だったっていう話を、ね、そりゃね、まあトイレだけに流されちゃうよね。いやうまいね。はい、そんな感じでね、まあいい感じでね、流れたってことで、もうなんかその恥ずかしくなってきて。もういいよ。で、どんどんとだんだんと丹下断平らしく恥ずかしくなってきたんでね。本当に時間がないんですよね。この辺で終わりです。先生の変態大助自助伝のコーナーでした。そんなコーナー。はい、お送りしていきましょう、気象と島寮ハッピーラッスン。今回のスペシャルコンビ弁当、美味しかった？それともなんか普通だった？あんまり毎回うるさいのもね、気象庁はね。いいじゃん。あのどうだろうね、あの噛み合い悪かったよね、確かに。悪かった悪かった。初めてですからね。いやでも初めてもね、ルリちゃんとかうまくいったんだよ。二人でびっくりするから。あ、微妙に噛み合ってはいなかったんだけど、まあ、ルリちゃんの大ボケぶりが良かった。ボケじゃないんだ、突っ込んでくんだよね、あの野郎。野郎じゃない、あの子。野郎ってなんだよ。野郎になって。シマさんとね、うん、誰のコンビはどなたでしょうね。誰でしょうね。誰とやりたい。え、やりたい、わかんない。普通に答えられたよ、やりたい。ここでドラマ CD は今回何だったっけ。面白かったのかな。面白かったの、どんな。どんな、あのね、バレちゃうんだけどね、ずいぶん前に撮ったからね、わかんないんだよね。わかんないよね、どう。忘れちゃったよね、何に入るこれ。まあ、面白かったです。はい、面白かったです。みんな面白いです。面白かったです。そんな感じで、それではまた次回。化粧くん、まだ出るんですか。当たり前じゃん、誰が何と言おうとね、出続けるよ。これね、わしのレギュラーコーナーじゃけん。すいません、リスナーの皆さん、ごめんなさい。私には止められませんでした。お先に言わせろって。お相手は気象大好きなの。さあ行くよ、せーの、せーの、バイバイ。